この物語は、エレン、ミカサ、アルミの平凡な日常を淡々と描くものです。過度な期待はしないでください。あと部屋は明るくして、ウォールマリアから3メートルは離れて見上がってください。みんな食われちまったんだろう。わざわざ壁の外に出るからこうなるんだ。モーゼス、モーゼス、息子が、モーゼスが見当たらないんですが、息子はどこでしょうか。モーゼスの母親だ、持ってこい。ただいま。お帰りなさい。あら、エレン、今日は珍しく頑張ったじゃない。ああ、なんだよ。耳が赤かった。嘘ついた証拠、ミカサに手伝ってもらったのね。あれ、父さん出かけるの？仕事？ああ、内地へ診療だ。2、3日かかるかな。エレンが調査兵団に入りたいって。ミカサ言うなって。エレン、何を考えているの？壁の外に出た人類がどれだけ死んだか分かってるの？分かってる。エレン、エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ、外の世界がどうなっている。くそ、外に出たいってだけでなんで白い目で見られるんだ？そりゃ壁の中にいるだけで100年ずっと平和だったからだ。下手に外に出ようとして奴らを壁の中に招くことがないように、王政府の方針として外の世界に興味を持つこと自体をタブーにしたんだ。僕じゃない、僕じゃない、僕じゃない。Thank you.
壁は50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。3人とも、ハンネス、子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜカルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに2人だけなら助けられる。でも今こそ俺は俺の恩返しを通す。何しにここに来た。
憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれる者か。貴様は何者だ。何しにここに来た。ウォールローズ南区時代町出身マルコ・ボットです。憲兵団に入り王にこの身を捧げるために来ました。そうか、それは結構なことだ。目指すといい。だが俺は貴様の体が欲しい。次貴様だ。貴様は何者だ。私は巴海三滝原中の3年生。逆だ。最初に教えたはずだ。この敬礼は公に心臓を捧げる決意を示すものだと。貴様の心臓は右にあるのか。死ぬ死ぬ。ありがとうございました。じゃあくしゃくしゃさっせい。じゃあくしゃくしゃさっせい。腰巻きと足裏のベルトにゆっくり体重を乗せる。落ち着いてやればできるよ。僕にだってできたんだから。よし、今度こそできる気がする。開けてくれアルミ。うん。続きません。人類の反撃はこれからだ。ステップルー